ちょっ、なんなの急に。なあ、二人とも、なんで無言？これは逃げた方が。若様、どちらへ？何のつもりだよ、悪ふざけが過ぎるぞ。悪ふざけ？若は非常入部で奥手へ強引にならぬよう慎重かつ積極的に誘っておりましたのに、あろうことか商売女を買おうとしたので引き止めたのが悪ふざけと。急に早口でどうした、友恵。いや、聞き捨てならないことを言われた気がするけど、あの女の人とは偶然、てか見てたんだろ。ええ、まんざらでもないご様子でした。そんなことを。私たちではご不満ですか？不満とかでは。では何です？二人はか家族みたいに大事だからとか、こっぱずかしくて言えるか。関係ないだろ。ミオ。ええ、トモエさん。この際どちらが先などと言っておられぬ。今この場で私たち二人と関係を持っていただきましょう。何言ってんの。若さ、さあ。ちょっと待って、二人とも頭を冷やせ。霧の門で逃げられた。いささか強引すぎたか。若様を怒らせてしまいました。いや、あれは怒ったというより、もっと戦場的な下着の方がお好みでした。晒しなんて色気のないものつけてるから。そういうことではないと思うが。若様が好みそうなもの。聞いとらんな。あ